バトルマウンテンはアメリカ合衆国ネバダ州の非法人地域でランダー軍の軍庁所在地である。人口は3635人。主要な経済基盤は金の採掘、それと規模は小さいものの合法化された賭博。位置は週間高速道路8 5線のウィネマッカとエルコの間である。バトルマウンテン鉱山地区の近郊と同行。2019年現在、 鉱山はニューモ鉱山は、入門とゴールドコープによって、フェニックス鉱山として運営されている。この地域にはもともと北パイユート族と諸小二族が暮らしていた。1820から30年代には、毛川目当ての漁師には知られていた。1845年、フンボルト川沿いに西に向かう移民たちの通過点となった。言い伝えによれば、 バトルマウンテンという街の名前は、1850から60年代の先住民族と初期移住者との対立に由来するものと言われる。1866年に近郊のアルジェンタで銀が発見され、セントラルパシフィック鉄道がアルジェンタ駅を建設。しかし、1870年に駅をバトルマウンテンに移設し、銅と金の採掘地としての街が形成されることになった。 1874年、ネバダ州議会は知事の拒否権を覆し、オースティンからバトルマ運転までの鉄道事業を承認。これが、ネバダセントラル鉄道で1880年に開通した。さらに、オースティン近郊の銀採屈上とも連結させたが、1938年には廃線となった。1979年、ネバダ州最高裁判所は、 ランダー軍の軍庁所在地をバトルマウンテンに変更した。フンボルト川バトルマウンテンは、フンボルト川とリース川という二つの川の合流点で、南東を諸蔵に山脈、南西をバトルマウンテン山脈、北をシープクリーク山脈に囲まれた谷間に位置する。アメリカ合衆国国政調査局によると、面積は9.3平方キロメートル。気候はステップ気候で、 結編の気候区分では BSK にあたる。乾燥し、標高が高いため、気温の比較差が大きい。とりわけ、夏はその差は、摂氏25度にも達する。週刊高速道路80号線、バトルマウンテンは、週刊高速道路80号線のリノと、ソルトレークシティのほぼ中間に位置し、オースティンに向かう、修道305号の出発点である。 ユニオンパシフィック鉄道も通っている。バトルマウンテン空港、別名ランダー軍空港は公共用飛行場でバトルマウンテンの中央商業地区の南東4 8トルにある。この空港はランダー軍が所有しバトルマウンテン空港当局が運営している。2000年の国勢調査ではバトルマウンテンの国勢調査指定地域には1053世帯。 731家族、2871人が住んでいる。人口密度は1平方キロメートルあたり612.4人。人種構成は、白人81.30%、アフリカ系0.14%、ネイティブアメリカン2.54%、アジア系0.49%、太平洋諸島系セント、他の人種ーセント。 二つ以上の人種3.69%。ラテン系の人種は人口の23.58%である。1053世帯の54.6%が夫婦で、41.9%が18歳未満の子供と同居。9.9%は夫のいない女性が世帯主。30.5%は非家族。25.2%が一人暮らしで、 65歳以上は4.8%。平均世帯規模は2.71。平均子供数は3.28。人口は18歳未満が33.8%。18歳から24歳までが8.1%。25歳から44歳までが29.0%。45歳から64歳までが22.4%。 65歳以上が6.7%。中央年齢は32歳。女性100人に対して、男性104.1人。18歳以上だと104.4人。世帯の平均収入は42,981ドル。家族の平均収入は59,95ドル。男性の平均収入は45,313ドル。女性は25,417ドル。 一人当たり収入は16,975ドル。家族の約7.8%と人口の11.8%は貧困線以下で、それには18歳未満の14.1%と65歳以上の20.0%が含まれる。街のすぐ外にある修道305号は長くまっすぐな平坦な道のため、毎年恒例の自転車レースを開催している。 ワールドヒューマンパワードスピードチャレンジと呼ばれるもので世界最速記録を目指して世界中からチームが集まる。2016年9月16日、トッド・ライカートが時速 144.18km の世界最高記録を達成。2019年にはフランスのイーロン・ナ・ペルティエが時速 126.51km の記録を出し世界最速の女性になった。 ありがとうございます。